今日はね運を呼ぶ方法についてお話ししろというふうにディレクターが言ってるんですけどね私はそんなもの知りませんって言うんですけれどもね、まあ、霊能者じゃありませんからねでそういう力もございませんしねただねいろんな雑誌やね本に書いておりますんですけれどね運気アップのコツであるとかねパワースポットだとかね あんなの私はちょっとどうかなと思ってね。<laughs> まあそういうこともあるでしょうけど、私はあんまり信じませんね。えー、とにかくね、もっとあの現実的に言いますとね、やっぱり運を呼ぶっていうのは、人から信用されるかどうかということですよね。あ、この人間は信用できるなと思うとね、会社でもね、重要なポジションを与えられますし、それから仕事もまあせられるし、 あの、一緒になって悪口を言ったりね、不満や愚痴を言ってる人がね、実はお互いにね、あ、こいつはこういうやつなんだって。お互いが信用しなくなるんですよ。俺のこともどっかいてよそ行ったらね、下手したら言ってるな、言うんじゃないかって,っていうふうに思われるんですよ。そうすると誰も仕事を頼まないし、重要なポジションにも置かないし、で、交際範囲も広がっていかないし、で、そうすると営業や何かに差し替えてきますからね。 でとにかく人にまず信用されるには自分がまっとうな人間で,で人の悪口は言わない陰口は聞かないあの女性なんかもねもう男性も同じです。自分自自分分身がまず自分を信用でできるかかどうかうとといこすよね、はい、なかなか信じてもらえなくてなんて女性や男性も言うけどじゃああなた自分自身を信じてますっていうの信じられる人間だと思ってますか 「それはちょっと」あなた自分が信じていないものをね信じろ信じろってみんなに言ってるのは詐欺師ぐらいなもんですよ」っていうのだからまず「あこの人間はね」と見ざる聞かざる言わず人の嫌なところは見ない聞かないようにするで言わないようにする愚痴も悪いことは一切口から出さないいつもニコニコしててそして責任感があって理性的で、ね、ニューアで失踪で飾り気のない でそういう気持ち責任持って仕事はやると約束は守るとそういう人たちをね誰を放っておきますかって結局それが運を呼ぶことになってねいい評判が立って仕事でもプライベートでもいろんなことでもいいことがずっと回ってくるんですよっていうのですからつまり人から信用される人また自分自身が信用できる人間これがまず運を呼ぶ方法の まず第一ですね。